はい、午後7時を回りましたけれども、今日はまだ騒然としております。それもそのはずで、明日からラリー、それから月、この師走が始まってですね、立ち上がり、ここ金土日、大変忙しくなってまして、その忙しい最中、人員をですね、ラリーに去るということで、まあでもそれだけのやっぱり意味が、ありますのでね、これやっぱり準備をまずするということが大事だと思うんですね。準備のあるところにチャンスあり、この車もね、息絶え絶えでうちへ来たわけですけどね、もう、下血しながらね、もう下からは出ちゃう下血、それからもう吐く息からも血が出ちゃうというね、そういうかわいそうな状態だったのがこう蘇りましてね、それをまあ遊ばせておくんじゃなくて、こういうちょっと変わった車ですからね、サービスカーに使うと、これも一つの大事なことだと思うんですよね。ものにはやっぱりあるべき場所がありますからね。で、やっぱりあるべき場所のあることに使うのがいいと思うんですよね。無理に違うことには使わない。で、たまにね、面白おかしくね、そういうことやってるとね、あるべき場所じゃないところで恣意的に、いろんなことをやるとね、いつかね、やっぱり罰が当たるんじゃないかと思うのでね、気をつけなきゃいけないと思うわけですけどね、この車もですね、ラリー競技のために生まれてきたわけですけれども、なかなかね、ちょっとしばらく雨ざらしではないんですけれども、不遇な環境下にあったんですが、まあ、いよいよね、明日からまた年に2回のね、晴れ姿ということで、頑張ってもらおうと思うんですね。年に2回の晴れ姿ですよ。そのね、年に2回の晴れ姿をこう、ね、やっぱりお祭りとしてね、ちゃんとね、楽しむことがね、文化だと思うんですよ ね。そのためのこれは言ってみればね、お祭りで言ったらですね、出汁なんですね。出汁、そういうやっぱりね、出汁を出すというね、そういう文化をモータースポーツ、自動車を使った世界でね、やるっていうのはね、僕はこれは本当にね、非常に整合性が高いことをやってるんじゃないかと、自負してるところもあるんですけれども、だから継続は力かなということでですね、実は今日またこれを引っ張り出す理由は、ちょっと冬のラリーですのでね、いろいろなことを試したいということで、今これ一応まだフル装備じゃないですか、フル装備、ほぼフル装備ですね。で、ほぼフル装備で、ちょっとタイヤをね、今日はみんなの反対を押し切ってるところがあるのでみんなのね、反対を押し切る、いろいろとね、それありますよね、みんなの反対を押し切るなんて、まあね、それは車を家畜だって言ってみたりね、分からない人は分からないでしょうね、シェパード飼ったら会社に連れてきちゃうわね分からない人は分からないですね。もう今日ね、ちょっと一線を越えてると叱られましてね、線引きが曖昧だって言って、いやそんなことはないんですよ、見たいって人がいたんで連れてきただけなんですけど、まあやっぱりね、みんなが昨日連れてきたらね、みんながやっぱり気になるんですよね、それからたまにはワンなんて吠えたりするもうワンじゃない、ワンって吠えますからね、ワンって吠えるとね、やっぱりみんな心配するじゃないですか。でもね、やっぱりね、あれをね、あれをこのハンドリングっていう感覚で見れる人はやっぱりね、一回この手綱を握りたいんですよね。でそういうやっぱりね、こうなんていうんですか、この蜂を縫う人っていうのは僕やっぱりいっぱいお客様でね、いらっしゃって、もうお客様っていうよりも半分友人に近いような感じで皆さんとお付き合いさせていただいてるんですけど、そうするとね、ちょっとハンドル握りたいってもう顔に書いてあるわけですから、握ってもらおうとするとちょっと昼からね、連れてきてやろうかななんて思うわけですよね。まあそんなことでですね、犬もね、可愛いですけれどもね、やっぱりその
なんていうんですか、まあ、しつけっていうと一言で簡単すぎるんですけど、やっぱりその共に暮らす相棒としてこう意思の疎通を図ろうとするときには体力いりますよね。そんなやっぱりやわなあの相手じゃないですよね。今日も一回こう飛びついて、もう嬉しくてしょうがないんでガーッと飛びついたんです。こう嬉しくて飛びついて加えた拍子にひねり上がって痛かったですよ同じ目に合わせてありましたけど痛いじゃないかって言ってね、痛みが分かんないといけない。まあだから結局ね、そういうあのね、他の人にはやらないですよ、そんなこと。だから僕にはあるんでね、それだけまああのやれるんですけども、そういう体力がいるわけです。で、こういう車をね、やっぱり、そこそこの、感覚がないとやっぱ乗れないので、そこでためらうんでしょうけど、まあね、いざ実はそのコツを覚えていざ乗ってしまえばね、MT ってマニュアルトランスミッションってそんなに難しいもんじゃないんですけど、それもあってね、わざわざこの車をね、まあドライバーもねちゃんと乗れるのでね、使ってるんですけど、まあね、もう少しね、本当はね、ウィレンズラリーに出てくる人たちもね、もうちょっとね、MT 車をね、乗る人がね、出てくれると嬉しいですよね。まあ確かにね、CVT で走れないとね、成り立ちませんからね。寂しいかなって気はしますよね。まあ別にダブルクラッチもやったっていいんですよ、車壊さなきゃね。ただね、こうやってダブルクラッチに合わせた方が絶対に速く走りますからね。昔は踏めてたはずなんですけどね、やっぱりなかなかね、このヒル&トゥーだとかダブルクラッチだとかっていうとね、ちょっとなかなか難しいなと、だから MT よりも AT だなというふうになるわけですけど、さあそれでですね、反対を押し切ってという話、なぜ反対を押し切ってなのかというとですね、気温が上がらないんですよ、ここ1週間ぐらい。本当に日中上がるんですけど、まあもう10度いかないギリギリの線なんですよね。で10度いかないんですよ。で10度いかないけれども、まあね、大丈夫だろうと思う人もあれば、低温下でタイヤが温まってないとどれぐらい怖いかっていうことも実はあってですね、そうするとね、ウィンターコンパウンドがいいんですよね。ウィンターコンパウンドなんですよ。やっぱりサマーコンパウンドはね、朝グリップしないんですよ。本当に見事にね、滑りますからね。それでね、ちょっと今日これ見てもらいたいのはね、コンチネンタルしか牛舎で履かないですよね。スポンサーですしね、うちはもうコンチに惚れてますからね。コンチのね、ウィンターコンパウンドなんですけど、あまりね、まださっきつけたところなので、軽くね、皮むきのつもりで走ってます。まあね、夜走るとあまりね見えないでしょ、何もね。前はね、設定すると、そうそう、フラッシュがフラッシュというかライトがついてたんですけど、今日そういうことしてないし、そんな打ち合わせする余裕がなかったのでね、ちょっと真っ暗な中だと思うんです。少し前でも映します。あ、前映しますか、ね、ここ走るの確か初めてですよね。5速です。5速でもね、これ直結なんで、オーバートップじゃないのでね、
薄いな、これやっぱりいいな、軽いと。それとね、このダンパーいい、バッチリ決まってますね。バッチリ決まってますよ。これはね、これはいいわ。違いますからね、タイヤもね。でもね、あの道幅上手に使ってタイヤこじるようなことしなければね、結構面白いと思うんですよね。うん、いいな。でもね、柔道を上回るとまずいんですよね、やっぱりね。そんなね、明日はレッキです、ね、レッキですから、どんな一日になるんでしょうかね。楽しみですね。まあ、やっぱりね、地域をね盛り上げるためのお祭りでもありますのでね、女城主の町で、まあ、始まったラリーで、ね、女の人が城主をしてたというね、そういう岩村町を最初は舞台にしてやったわけですけども、まあ、そこでもね、やっぱりあのいろんなセレモニーはあるんですけど、まあ、今はそこ舞台を江無市役所の周辺に移してね、明日はサービスパークは、江無市役所のすぐ横の駐車場がサービスパークになります。朝からいますのでね、ぜひ、整備のついでにね、寄っていただいたり、お茶とお菓子は用意して待ってますのでねお茶とお菓子を用意して待ってますので、ぜひね、明日はレッキで、そんな何もすごいことはないんですけど、ね、ダベリに、来て、ください。その、まあ、果樹ですから農業になってると思うんですけど、今あの草花ですので、生産性は何もなくて美観だけですので、ね、園芸だと思うんですが、まあ、その園芸もね結構奥が深くて、あの園芸のことをこうやりながらいろんなことをこう整えていくのね、あの自動車とか、
考え方にもちょっと通じるところがあって、そういやね、あの面白いですよね、あの結構ね、あの辰巳さんね、ガーデニング好きだはずですよ確かね、うん、辰巳さんの趣味ガーデニングじゃなかったかなと思うんですけど、昔ねちょっと連休はガーデニングしてましたなんてね、ちょっとメールのやり取りした時におっしゃってたことあったんでね、あの人も多趣味ですよね。でまあうち会社挙げても今実は芝桜の絨毯を作りたいと、であのもう10年やってきたんですけども、あの株を元あるやつをこう株分けしていろいろ作ってきたんですが、どうもうまくいかないということでですね、いよいよ執念で今日は土を掘って出して石を取り出してで戻して、で足りないところは他の場所から近くの場所からね持ってきて、できるだけ土を買ってこない、ここにあるものを使うということで取り出したものに今度土質の改良剤を混ぜるという、そういう計画を持ってまして、まあこれあの協力してくれる方がいらっしゃって知恵を貸していただいたんでやる気になったんですけどね、それを朝やりました。まあこれまたブログ見てください。でそのそういう仕事のところで30年くらい経つこのラリー車をね、今このラリー車としてこの維持していくっていうことで結構ね似たところがあるんですよね。あ気持ちいい、これはいいぞこのタイヤ。確かにね、そりゃあのコーナリングパワーはね欲しいし、まあ、ストッピングパワーも欲しいかもしれないけど、これねあのね、気持ちいいんですよ、来た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 、こういうね低い気温の時に、まあ、この音じゃないんですけど、こういう衝撃もねうまく緩和するタイヤっていうのはね実に気持ちがいいですよね。すぐ滑るんですよ、すぐ滑るので、すぐ滑るので滑れない運転をするんですけども、それにはスムーズドライブが一番よくて、でもスムーズドライブって結局一番速いんですよね。で速くて安全、いわゆるシュアな走りをしようとするとまあニュルブルクリンクで練習するのが一番いいんですが、あそこでそのタイヤの極端にあのタイヤの性格の変わるものをこう味わってると、やっぱりあの穏やかなあの特性変化っていうのが一番いいんですよ。このタイヤは非常に穏やかな特性変化で面白いですよね。僕の言うことを信用してくれる人がいらっしゃるんでねあの実際に履いてもらってみんな皆さんねいいってよかったってね本当によかったって言ってくれるんで嬉しいですよ僕も。ですからそれをまあ実証するっていうことも含めて、こいつをって言うんですけどね。
化的なね個性をね持つんでしょうね。これ非常に文化的な個性を持ってますよ。ね、武田家しくない、見た目は武田家しいし音も武田家しいしね、いろんな意味で雑なんですけども、ところがね文化的な、ね、味を持ってるんですよね。この文化的な味っていうその表現って非常に分かりにくいのかもしれませんけども、まあ言ってみればお茶やお花やね、まあ、料理やですね、そんなものをそういう美しさとか美味しさを感じさせるようなそんな車の味なんですよね。ね、この車 の、 その減速していく時の音、まあ、3速でこうユーンってね、減速していく時の様子をねご覧になっていただきたいなと思います。本当にWRC で走ってた初代インプレッサの音がですね、聞こえてきますのでね、この車内から聞いてるとねわからないんですけど、外で聞いてるとね独特なキーンって音がね非常に特徴的で、これ大事なうちの文化財です。可能な限りね、長く可愛がっていこうと思いますし、こういう花のあるところでね走らせたいと思います。それじゃあ明日もよろしくお願いします。これで終わります。